アラみさん、こんにちは、れそれでは今回なんですけども、ファインペイはファミリーマートとの相性抜群、くじやクーポン、そしてオンライン決済可能など、ファインペイ5つの魅力を簡単解説ということで、今回は久しぶりの5つの魅力シリーズですね。これまでは、ペイペイ、ラインペイ、メルペイ、楽天ペイ、D バライの魅力についてお伝えしてみましたが、少し前の動画でも出ていた、ファミリーマートが提供する決済サービス、ファインペイの魅力について、サクッとお伝えしていこうと思います。 それではまず一つ目なんですけども、こちら、ファミリーマートの一部商品が安く購入可能ということですね。これはファインペイのサービスが開始する前の時は、T カードを提示することで商品が安く購入できていたんですが、今回からファインペイを出すことによって、ちょっとだけお得に購入することができます。ちなみに、この安く購入できる目安としたら、今販売されている商品の値段が記載されているタグに、こんな風に特別価格、そしてファインペイで何倍お得など書かれているので、まあこれがあれば、ファインペイ決済したらちょっと お得に購入できます。 ま、これに関しては、地域によって対象の商品などがバラバラなので、ファインペイのアプリ内やウェブ上で確認することもできるので、事前に確認されたい方はチェックしてみてください。まあ、やっぱりコンビニって基本的に単価が高いので、ま、こういったもののファインペイでちょっとでもお得になるのは嬉しいですよね。次二つ目は、クーポンやくじが魅力的ということですね。まあ、ご存知の方も多いと思うんですけども、ファインペイには一日一回引けるくじがあります。まあ、僕の一日の楽しみでもあったりするんですが、ま、ドリンクやお菓子などジャンルは様々です。まあ、僕はファインペイのサービスを 開始してからくじを引き続けているんですがまだ残念ながら一度も当たったことがないですなのでまあ当たった時はめちゃくちゃ喜びそうですね多分その時は Twitter とか YouTube で言ってると思いますあとクーポンなんですがファインペイでは不定期ではあるんですけどもクーポンが配布されますまあこれは人によってもらえるクーポンはバラバラであと何十円引きとかそして無料のクーポンまあいろんな種類のクーポンもらえることができますまあ僕も何度か無料のクーポンをいただいたことはあるんですがやっぱりこうただ で、何かしらの商品がもらえるっていうのは普通に嬉しいですよね。まあ、普通に考えたらちょっとありえないことですもんね。なので、まあ利用頻度的には今のところファインペイン自体、僕はあんまり多くないんですが、ランダムで割引などのクーポンが配布されるので、まあ、とりあえずインストールしておくだけでももしかしたらいいのかなと思います。まあ、これはけあの確約はできないんですけども。 次3つ目は、公共料金や各種料金のおしゃれが可能、かっこボーナス付与ということですね。ま、これはどういうことかと言いますと、その名の通り、公共料金や対応している払い込み表があれば、なんとファインペイで決済できちゃうんですよね。 ま、実際にその自分が持ってる払い込み表が対応してるかどうかっていうのも、それも確認することができるぐらいファインペイって結構便利でして、ま、やり方簡単なんですけども、このファインペイのアプリを開いたら、公共料金各種料金お支払いというところをタップします。そうするとこんな感じに、払い込み表に記載されている一部の番号を入力できます。そしたら、その払い込み表がファインペイを使って実際に決済ができるのか、またはファインペイボナスの対象となるかが、 アプリ内でこう確認することが可能となってます。なのでこう、丸とかツとかがこう出るんですよね。まあ、ちょっとすいません。今実際の画面がないんですけども。まあ、これで確認した上で、お近くのファミリーマートに行ってファインペイでの決済をするだけです。なので、支払うときにその払い込み表がファインペイ決済ができるかっていうのが事前にわかるので、毎度こうレジで使えるかどうかっていうのをこう焦らなくて済むということと、あと場合によってはファインペイのボーナスが付与されるので、まあこれは結構いいのかなと思いますね。 次、四つ目は、オンライン決済が可能になったということですね。これ以前動画でもお伝えしたので、詳細は省くんですが、今出てる画像を含めて、全部で7つ、7社のサイトで、ファインペイを使ってオンライン決済ができます。ちなみに、オンライン上で決済したら200円で1円分のファインペイボーナスが還元されます。最後、5つ目は、T ポイント、楽天ポイント、ドコモの D ポイントと連携が可能になったということですね。これは11月26日からスタートなんですけども、まあ、以前あの動画を見てくれた方ならご存知かな なと思います。まあ、ファインペイとこの3社のポイントカードが連携できるようになって、しかも連携したことによって、もしファインペイを使って決済をすればいいまあ、1つのバーコードで完結ができるんですよね。まあ、なので、毎度こう画面を切り替える作業も必要なくて、スムーズになおかつこうスマートに決済ができます。いや、これはもうその時の動画でも言ったんですが、かなり魅力的な機能かなと思います。 最後まとめるとこんな感じです。一部商品が安く購入可能、くじやクーポンがあったりとか、公共料金や各種料金のお支払いもできると。そして、ニューって書いてるんですが、オンライン決済も可能。そして最後は T ポイント、楽天ポイント、D ポイントと連携可能ということですね。 まあそんなこんなで今回はファインペイの5つの魅力についてお伝えさせていただきました。まあ全体的に見てファミリーマートのヘビーユーザーなら今後もファインペイを使う価値ってのはやっぱありそうだなと思います。まあここ最近になってファインペイの新しいサービスが加わってきたりと、まあこれからもどんどん新しいサービスが出てくるのか、キャッシュレスに関心がある僕からしたらちょっと楽しみなところではあります。まあ一応下の概要欄にこれまでお伝えしたペイ関連のリンクも貼っておきますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうも ありがとうございました。